続いては注目のコーナーです。中テレには県民の皆さんが捉えたさまざまな映像が届きます。そんな中から今日はちょっとほっこりするものやえっと驚く動画を厳選しました。まずは今月7日に南相馬市で撮影されたこちらの動画。可愛らしいカルガモの親子が歩道を歩いていましたが、危ないじゃん、危ないじゃん、危ないじゃん。どこ行くの、どこ行くの。なんと道路を横断。車はスピードを落とします。我が道を行くカルガモ親子、この後近くの用水路に落ちてしまったそうです。現場に駆けつけた警察官や消防隊員によってなんとか用水路から救い上げられたそうですが、とにかくみんな無事で何よりでした。続いては今月9日に福島市の十六沼公園で撮影された動画。お、早い、めっちゃ早い。カメってこんなに早く動けるんですね。見た今。さらに、こんな目の前で見る普通。カメの産卵の様子に遭遇。撮影者の話では最初は日陰で休んでいるのかなと子供と話していたところ、近づいてよく見てみると産卵中。親子で貴重な体験ができましたとのことでした。続いては目を凝らしてよくご覧ください。見えましたか。動画が撮影されたのは郡山市の JR 茂木駅の近く。市の中心部からはやや離れた場所になります。今月2日撮影された動画がこちら。よくご覧ください。目を凝らすと見えましたか。ちょっとアップにしてみると空をふわふわと飛んでいる生き物、そうトンボの大群です。うわ、私はちょっと苦手です。この状況は20分ほど続き、東から西へと大移動していったそうで、近所の人たちも驚いて外に出てきたとか。梅雨明けが早かった今年、何かの異変なのか専門家に聞いてみると、異変ではないと思いますね。ああいうふうな感じで群れ飛んでるのはやはり赤トンボ、特に今6月の下旬ですと秋アカネという種類ではないかなと思います。撮影されたのは赤トンボの大群、異変ではないそうです。6月下旬ぐらいに一斉に羽化をして、で最初は田んぼにうろうろいるんですけども、ちょっとすると今度はもうまとまって山の方に移動するんですね。でおそらく撮影された画像はそういった山の方に移動するそういう時ではないのかなと思います。山に移動した赤トンボは体が成熟し赤くなります。夏が終わり涼しくなってくると平地に降りてくるとのこと。また環境に配慮しトンボが羽化しやすい田んぼがこの地域に多いことでこの動画が撮影されたのではと話していました。撮影された方もですね、本当にいいタイミングで出会えたんではないのかなと思いますね。トンボは稲の害虫を食べてくれる、農家にとってはありがたい昆虫だそうですよ。以上、中テレに届いたびっくり動画特集でした。